大勢アトムとは、日本の競争は主な勝ち倉に2008年のガーネットステークス。2005年9月10日、札幌競馬場での2歳新馬戦でデビューし、1着。連投で、出走の500万下条件戦も勝手に連勝と、するが、10月のスズラン賞は4着に終わって、休養に入る。3歳を迎え、初めの4戦は、 ファルコンステークスなど芝の短距離の重傷や、オープン特別に使われたが結果が出ず、自己条件である1000万条件でも芝の1200メートル線ばかり、使われたが2着が最高成績で、2006年11月の京都競馬場での条件線からダートの短距離路線に、シフトして出走し続けるも3着が最高の成績に、とどまっていたが、2007年5月の1000万。 下条件戦で3勝目を挙げた。続く、伊豆市特別では3番人気の14着に終わり、この後管理していた安藤雅都氏が7月20日付で優待して旧社が解散となったため、矢作義人旧社に天狗やした。矢作旧社所属馬としての初戦、2007年10月の1000万、条件戦は4着だったが、続く、福島競馬場のフルーツラインカップを勝ち、 11月、京都競馬場の1600万下特別、木船ステークスも勝ってオープンクラスに上がり、年明けて2008年の初戦、ガーネットステークスでは先行作から押し切ってスリーアベニューの追い込みを退りぞけて重勝発制覇。ガーネットステークスはこの回限りでの廃止がアナウンス済みだったため、最後の優勝場となった。次層のネギシステークスでも最後の直線で、 ワイルドワンダーにかわされるも2着に踏みとどまった。その後もダートの短距離戦を主体に使われたが2008年9月の BSN 賞3着が最高の成績にとどまり、2009年6月の北海道スプリントカップを出走取り消し後の6月21日付で競争場登録を抹消した。引退後は乗馬となり、三重ホーストレーニングセンターを経て、 山形県坂田市の辰が、湯旅館に移った。以下の内容は、ジャビスサーチ、netkeiba.com に、基づく。母アトムチェリーの半姉にアトムピット。ありがとうございます。